日の丸自動車工業株式会社は、東京都文京区に本社を置く、主に貸切バス事業を運営するバス事業者である。日の丸リムジングループに属する。1963年に日の丸自動車の貸切バス部門として営業を開始したのが始まりである。その後1980年代に分社化している。当初は東京都内のみを営業エリアとしていたが、 1990年以降は、東日本観光バス、紫観光、都自動車、八幡観光自動車、エアポートバスらを買収、統合することで、事業拡大を図り、現在は1都3県を営業区域としている。このほか大東観光バスを参加に加え、HMC 大東を経て、HMC 東京を設立した。 2015年以降は、明畳自動車を参加に加え、明畳観光バスを設立し、関西へ進出。続いて、中央交通を参加に収めた。また、地域企業をスポンサーにした、無料巡回バスの運行も手掛けている。スカイバス東京は、当社が東京都内で運行している定期観光バスと、その車両を使用した、企画旅行商品である。 それまで日本には一時的なものを除いて存在しなかったオープントップバスによる観光ツアーバスで乗客が国籍を問わず楽しめる観光バス企画としてビジットジャパンキャンペーンの活動に合わせるように2004年9月10日に募集型企画旅行扱いで運行を開始した2009年6月18日には国土交通省から定期観光事業の許可を受け 路線バス扱いの定期観光バスとして運行されている。運行開始直後から好調な滑り出しとなり、後に述べるようにその後日本各地で同種のスカイバスが運行されるきっかけとなった。好調の要因について運行を担当している日の丸自動車工業では、オープントップバスが目新しいだけでなく、時間や予算に制約がある旅行者のニーズにマッチしたものと自己評価している。 2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響で2020年3月28日より土曜日曜祝日を臨時に運休さらに4月8日の緊急事態宣言を受けて5月11日までの予定で運休5月4日には当面の間運休に変更される5月29日に6月19日より月金 土日曜日に平日ダイヤで運行を再開、7月18日より、毎日運行を再開した。2021年1月に新型コロナウイルス第3波に、伴う外出自粛要請を受けて1月9日から2月7日まで、再度運休される。東京駅丸の内南口、三菱ビル前の乗り場各コースとも、東京駅丸の内南口、三菱ビル前のスカイバス乗り場から出発し、 コースを回り、再び東京駅丸の内南口、三菱ビル前のスカイバス乗り場に戻ってくるコースとなっている。定期コースは基本的に1月1日と東京マラソン開催日以外は毎日運行する。定期コースは途中下車はなくすべて車窓観光である。同社では日本の観光都市でのスカイバス運行に携わっている。JTB グループバス事業者と提携。 同社は運行ノウハウ提供と車両対応を行い、実際の運行は現地のバス事業者が担当するものである。2006年6月に北斗交通の運行により札幌での運行を開始した後、2007年からは京都、那覇においても運行を開始している。また、2006年の北海道日本ハムファイターズの日本シリーズ優勝パレードにも貸し出され、この時は JR 北海道バスが運行を担当した。2007年11月から12月にかけては、低山富士交通に貸し出す形で、仙台でも運行された。2009年4月には、横浜市で5月には超電バスに対応して、長野市で伊予鉄道に対応して、松山市と島並海道で運行されている。 2013年には東北楽天ゴールデンイーグルスの日本シリーズ優勝パレードで仙台バスに貸し出し2014年には名古屋市で名鉄観光バスに対応して名古屋スカイバスが運行されている2017年からは新規バスに対応して神戸市でスカイバス神戸が2018年2019年2020年には 富山地方鉄道に貸し出されて、伊水市、富山市、魚津市で、スカイバス富山が運行されている。2020年には、星野リゾートと提携して、系列ホテルの宿泊客,客向けツアーとして、期間限定で運行を開始した。8月に、とわ観光電鉄に貸し出され、青森県のおいらせ渓流ホテル向けに、おいらせ渓流で運行、続いて、星野や東京向けに、 都内ナイトツアー、10月には日光交通に貸し出され、境絹川、海川地向きに川地ダム、五十里ダムをめぐる紅葉ツアーが運行されている。2013年3月、東京初となる水陸両用バススカイダックの運行を、17日から東京スカイズリーコース、18日から亀戸コースの2コースで開始した。ボッティは、 アメリカ・サウスカロライナのキャミ社製で日本の法律に適合した陸用、水上用のエンジンが別々に搭載されている。乗務員は大型2種免許、一級小型船舶免許を取得。ドライバーが船舶免許を持ち、水上で船長を務める。神奈川県横浜市の港未来地区において横浜の観光名所と水辺をシームレスで結び、 非日常体験を楽しむことを目的として2016年7月27日より水陸両用バススカイダックの運行を開始した。スカイダックの運行は社会実験の一環と位置づけられ運行期間は2020年3月末までを予定していた。2017年9月26日からは東京テレポート駅と豊洲駅を水陸で結ぶ スカイダック東京2017の運行を開始した。2009年の開国博愛150回帰中に運行されたスカイバス横浜2009年には横浜市でスカイバス横浜が運行された。運行期間は4月28日から9月27日までの開国博愛150回帰中で桜木城駅から横浜港未来21地区、館内山手元町。 横浜ベイブリッジ、山下公園をめぐり、桜木町駅に戻る約60分の周回コースが設定された。運行期間中は、JR 桜木町駅構内の野毛地区、インフォメーションセンターに特設カウンターが設置されていた。東京都外で、スカイバスを運行する場合は、後日のように現地のバス、事業者に車両を貸し出すことが多いが、日の丸自動車工業は、神奈川県にも、 運行拠点を持っているため、使用車両は、相模ナンバーに登録変更したものの、スカイバス横浜そのものは、自社で運行していた。スカイホップバス2012年6月30日からは、丸の内発着の定期観光コースに加えて、コース上の観光地に、バス停留所を設けて自由に乗降できるようにした、観光周遊バス、スカイホップバスの運行を開始した。 丸の内を起点に当初は都内3方向へ運行されたが2018年11月からは2コースで運行される車両はスカイバスと同様だがスカイホップバスステッカーが貼られている車両での運行となるまたオープンバスが足りないため三菱不走エアロバスに天窓を装備した車両で運行することもある乗車券は各コース共通の1日乗車券タイプで 当初は2日48時間移用も設定されていたが、現在は1日用のみである。有効期限は、歴日単位ではなく、購入日時から24時間単位となっている。新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響で2020年4月1日より運休していたが、9月5日より土曜、日曜、祝日のみの運行で再開した。 12月から2021年2月の運休期間を挟んで2021年3月20日より毎日運行を再開する計画である。スカイバス東京の成功を受け、日本の観光都市ではオープントップバスの運行が検討されるようになった。日の丸自動車工業では各地へのスカイバス車両の貸し出しにも積極的に対応し、運行ノウハウの提供も行っている。 一部事業者では定期観光バスとして運行されたことから2009年のスカイバス東京の路線免許取得定期観光バス化に影響を与えている2020年にはマイクロツーリズムの一環として星野リゾートと提携同社系列ホテル宿泊者限定のオープントップバスツアーに起用されている青森県ではドアダ観光電鉄に貸し出されて おいらせ気流沿いを運行するバスツアーが実施され、栃木県では日光交通に貸し出されて絹川上流の紅葉を楽しむバスツアーが実施された。他方、独自にオープントップバスを導入する事例も見られる。2007年7月には札幌でのスカイバス運行にも携わった北斗交通が伊豆図スーパークルーザーを改造したオープン車両を 函館地区の定期観光バスに投入している。2010年には富士急行がボルボアステローペを改造したカババスを富士五湖周辺の周遊ツアーに2012年には西日本鉄道が大型トラックをベースに特注ボディを仮装した福岡オープントップバスを福岡市内の観光循環路線に2014年には 中国 JR バスが三菱不装エアロキングを改造したメープルスカイを広島市内の定期観光バスに近鉄バスが同じくエアロキングを改造した大阪スカイビスタを大阪市内の定期観光バスに投入している。2019年には平成エンタープライズがエアロキングを改造した VIP ビューツアーの運行を東京都内で開始した。 2020年には JR バス関東が運休中の中国 JR バスメープルスカイを借り入れて塩原温泉で運行した。さらにスカイバス東京と競合関係にある既存の定期観光バスを運行する事業者ではスカイバスを意識した低価格短時間コースを設定する動きが見られる。2013年の東北楽天ゴールデンイーグルス。 友情パレードに参加したスカイバス東京仙台バスに車両を貸し出して運行したため宮城ナンバーに登録変更されている2018年の埼玉西武ライオンズ友情パレードに参加したスカイバス東京埼玉県は日の丸自動車工業の営業区域のため足立ナンバーのままで運行屋根のない車体という特徴を生かしプロスポーツの優勝パレードに参加することがある それまで優勝チームの監督、コーチ陣、選手たちは、乗用車仕様のオープンカーに分乗したり、大型トラックにステージなどの装飾を施したり、廃車直前の路線バスを、運転席を除き車台の上半分をすべて撤去して、特製のオープンバスを仕立てていたが、この車両が登場してからは、特に日本一になった時に、大勢の選手が2階部分に乗り込み、 訪れたファンに選手たちの表情が見えるよう配慮をされている。首都圏のチームが利用する場合、各都県に日の丸の営業所があるため自社の乗務員が運行するが、地方のチームのパレードに参加する場合は、現地のバス会社に車両を貸し出し、ナンバープレートも登録変更して運行される。1970年以降、 他社の車両とは差別化した豪華仕様のバスを導入し、スタンダード化しきり車が多い関東地区では目立つ存在となっていた。それをさらに進める形で、1980年代にはドイツ製の輸入車両を相次いで導入、以後の同社の観光バスの特徴となっている。2007年7月現在の輸入車は、ネオプラン31台デザインライン8台となっており、 これは2007年7月現在の在籍車両の23%に相当する。日本製の車両は大半が三菱車であるが2006年には同社としては久しぶりの日の車としてセレが無料巡回バスや契約輸送では日のブルーリボンシティハイブリッドや日のレインボー2が導入されている。他社の買収直後はその事業者の車両を引き継いでおり特に 東日本観光バスから引き継いだ車両についてはイースト j というロゴをイーストコーストに変更した程度でそのまま使用していた。2011年現在は HMC 東京の車両の一部とエアポートバス事業部を除いて同社が購入した車両となっている。特徴的な車両としてはネオプランスカイライナーの後半部分を中2階構造としたアメリカンドリームや 二階席がオープン構造になっているオープントップバス、スカイバス、左ハンドルのまま使用しているネオプランスターライナー、ベガスなどがある。特にスターライナーは日本全国でも14台しか輸入されていない上、左ハンドルでのスターライナー導入は日本唯一の事例。また、無料巡回バスに使用されているデザインライン車も営業車両としては、 日本唯一の導入例である。貸し切り車にはすべて愛称が付けられている。過去に在籍した車両の愛称としては、グランプリ、コンコルド、ゴールドラッシュといったものもあった。スカイバスアンバイアービスメルセデスベンツオークル500、LE ネオプランスカイライナー15台スペースライナー5台をオープントップに改造した車両が使用される。スカイライナーは屋根を取り去っているが、2013年、 導入分とスペースライナーは、ホロで簡易な屋根がかけられるようになっている。またスカイホップバスには三菱不走、エアロバスを改造した、サンルーフ付きバスも導入されている。2019年からは、メルセデス・ベンツ・オークル 500LE シャーシに、スペイン運セイボディアービスを仮装した車両が導入され、スカイホップバス向けの車両の一部は2階席の前、半分を屋根と空調付きにした。 ハーフルーフタイプとなる。ありがとうございます。